それでは毎年大盛り上がりを見せておりますあの企画、選手の皆さんが考えた企画です。選手の皆さんによりますパフォーマンスステージをお送りしましょう。では内藤さん、今年の内容のご案内お願いします。はい、今年はですね、はいはい、ハリウッド新作映画オーディションだそうですよ。ハリウッドの新作映画オーディション、オーディション、ここ吹田ですけどね。まあそうなんですけどね、はい、まあ、私たちもあのタイトルしか聞かされてませんので。そうなんですよ、全く分かりません、そう、何が起こるか分かりません、はいはい、ではよろしいでしょうか、はい、それではご覧いただきましょう、はい、どうぞ。大きな拍手を。皆さんこんにちは、スティーブン・スピルバーグです。いつも USJ に来てくれてありがとう。今日はですね、私のお友達宮崎駿がハリウッド映画を撮るということで、ここでオーディションをしたいということで、私にちょっと一緒にやってくれへんかって言われたんで来ました。ということで、もうすぐね、駿来るはずなんですけども、あ、早起きた、来た来た来た、早起き、早起き、早起き、久しぶり、早起き、見ました、はじめまして、はじめましてちゃうか、ちょっとはじめましてちゃうねん、お前が読んでんから、友達やから。あ、友達ですか。うん、久しぶり。あ、久しぶりで、うん、だよ、久しぶりだよ、久しぶりだよ、久しぶりだよって言われても、いや、お前が読んだよね、はい、オーディションするからって。ああ、そうそうそうやろ、うん、映画撮んねやろ。うん、映画ね。うん、ほんでそれに出てるあの出演者のオーディションしたいって言うから俺来てんな。そうそう、ああ、俺ちょっとじゃ忘れた、忘れてた、ごめんね、忘れてあかんでよ、お前忘れたのによう来たな、待ち合わせ場所に。あ、はい、まあ、今日なんかいっぱいね、あの来てくれてるみたいやから、はい、一緒に見ていこう。はい、あ、ほなちょっと座り、大変やな、雨でな。どうなん、どうなん、最近もう引退したけど、お前またやんの。俺もう引退して、うん、もう彼女とデートしている。彼女とデートしてんの。うん、もうそれ絶対言うたらあかんで、子供の前で、うん、やれへんから、お前。いや、彼女って私結婚してあるから、ああ、あかんで、お前そんな言うたら。離婚した、離婚した、うん、嘘やん、うん、宮崎駿離婚したん。知らなかった、知らんかったよ、お前絶対言うなよ、それマスコミに、ね、お前、ね、今日お前スポニチとか来てるから絶対言うなって、お前、あ、あかんで。離婚しました、はい、すみません。離婚しましたよね、軽いな、お前。もうええわええわ、もうちょっとオーディション始めよう。あら、最初の人どうぞ。めっちゃ写真撮ってるやん。ワンワンって何、どうした、何言ってんのこれ。めっちゃ写真撮ってくるやん。めっちゃ写真撮ってくるやん。あ、どうもこんにちは。どうも、ダビド・ルイスです。ダビド・ルイス、あはん、ダビド・ルイス。え、あの、え、ブラジルのダビド・ルイスさんなんですか。はい、ダビド・ルイスさん。いや、俺、横の人は誰なの、横の人誰。本当は、うん、林家ペーパー子です。はぁ、あ、聞いたことある、知ってる。おい、ちょっとこれ、俺のちゃんはダビド・ルイスは知ってるけど、うん、この横の人、隣の人は知らない。あの、パー子師匠や、あれ、あ、林家パー子師匠。めちゃプサイクだよね、めちゃめちゃプサイク。あの、映画撮るな撮るな、オーディションしてる時にラブラブショット撮るな。映画出ないんです。2人セットですか、これは。そうです。あ、そうなん、2人、いや、ちょっと夫婦の役っていうのはないんですけど、これ別々でもいいですか、別に。いや、うちの旦那は、はい、あの、誕生日当てれるんで。あ、そうなんですか。はい、ほんなら
僕タムケンさんの誕生日は、タムケンじゃスピルバーグやけどまあまあいい、まあ、いいや。そうそう、タムケンってやつおんの。うん、そいつの誕生日は5月おう5日。惜しい、4日。マジで自分マジすごいな、それ今適当に言ったやつすごいな。5番をつけてるでしょ。5番つけてるよ。最近10番やけど帰れもう、帰れ、帰ってください。もうええわ、もう帰れ、もうええわ、もう取るな取るな勝手に。どう早尾今の、早尾どう今の。ゴミです。え、ゴミ、ゴミ、ゴミ、うん、ゴミ、ゴミ、うん、いらんの。すっごい、なんか来た、なんか来たよ。え、子連れ狼か、あれめっちゃ楽しそうやん。後ろの人めっちゃ楽しそうやん。いたごろじゃん。完璧や。え、あんな子連れ狼のあの後ろの人、あんなにはしゃぐ人やったかな。寡黙な人に、あ、子連れ狼さんですか。子連れ狼さん。子連れ狼さんですか。イエスイエス。めっちゃ英語やんか。あのね、ちょっと子供の方が大きいねんけど。うん。カリメテクエレコミットファイメント。めっちゃ笑ってる。ご飯食べ過ぎたんで。ご飯食べ過ぎた。お父ちゃんご飯食べや。ちょっと逆の方が合うんちゃう。逆になってみーな。ロロタエキ、カボルソーネ、エリコエリ、エリプセマイノウ、アヨコメセイエウベシメトデリ、アエリキクレセマスキヨ。外国の人が京都来て着物着たらこんなテンション上がるやろね。多分今そんな感じだよね、多分ね。なんて言ってました。世の中の進歩で大きくなりました。世の中の進歩で大きくなりました。もう全然答えられて。あ、このお子様、お父さん好きですか。どうでもよくは大好きです。大好き。すごい、あの喋り出したら結構低い声なんですね。ちゃーんって言ってたんですよ。ちゃーんってもう一回言ってもらっていいですか。ちゃーんって言ってた。すごい大人になってきた。じゃあ早尾どうする。日本語喋られへんみたいだけど。あれ、娘ですか。娘じゃないんですよ。息子やと思います。娘じゃないでしょこれ。息子ですか娘ですか。ああ、やってみます。どうだ。どっちかわからない。どっちかわかんないですか。よう育ててんな、それで。めっちゃ笑ってるやん。もうあかんわ、もう帰れ帰れ、もう帰れ帰れ、もう帰れ、もういい、めっちゃ笑ってるもん、ほんまに。油吹きんげ、もあれ絶対買い取るな。衣装さんで買い取る言いますよ、リンスが。おそらくあれ持って帰る言うと思う。あれほんまあかんな。あれ早尾大丈夫かな。そのあの二人、あの二人ちょっとやばいな。あ、心配です。心配や。もう次の方どうぞ。なんか変なん来たよ、おい。おお、一気になんか頭長いです。なんやねなんやねなんやね。大変。ちょっと待ってるな。ちょっと待ってよ。普通のんから変なんからいっぱい来たで。もうこれ一個一個処理せなあかんがな。手前からものすごいいじってよみたいな目で見てくるやん、手前のやつ。何、誰ですかあなた。え、レッシー。ちょっと待って、これ順番があるんちゃうん。ちゃんとこっから行かなあかんのちゃうの。ほな並ばなあかんのちゃうの。順番ちゃんとし、うん、こっちからや、こっちから。そう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 、でちゃんとあんねえろ。でそうそう、ほんでそうや。なんで一番のに肝が一番頭に来てんねん。そうそうそう、それでそれでそれで、うん、あんた誰ですか。江頭です。江頭です。テンション低いですね。ほんまですか。
江頭さんってテンション高いって聞いてますけど、ほんまかどうかちょっと証明してくださいよ。パーエガちゃんです、エガちゃんです、エガちゃん、エガちゃん、エガちゃんです、エガちゃんです、エガちゃんです、エガちゃん、イエアメリカのカジ君聞こえてるか、後輩頑張ってるで。もう無理、もう無理、なんだ映画ちゃんって、どうすんの、使いにくいぞあんなの、誰、ちょ、黄色の、はい、なんだイワッシーって、誰ですかあなたは。イワッシーです。イワッシー、いやいやいや、イワッシーってあのフナッシーは知ってるよ俺らも。違うんですよ。え、イワッシーです。イワッシー、イワッシーはどんなことができるんですか。いやだから、うん、フナッシーとは違うんで、うん、僕はもうイワッシーなんで、うん、ナッシーではないです。なんでそんなにオーディション受ける立場で上から言われなかった何やねんな。イワッシーナッシーだけは絶対言わないです。イワッシーナッシーだけは言わないの。はい、イワッシーはでもフナッシーがほら楽しいやめー言うて。違います。あんなんできないんですか。やりません。やりやせん、やりやせん、もうやりやせん、やりやせん、もうやりません、古風なスペアでやりやせん言うて、はい、何ができるんですイワッシーは。いやだから試合中ギャーギャー言ったり、試合中ギャーギャー言う、あと審判と一悶着やったり、審判と一悶着これわかんない、結構この、この色のカードもらいがちもらわんといてくれ、ギャーギャー言うのはいいけどもらわんといてくれ、そんくらいです、そんくらいです、そんなやつ映画出されへんわなあ。はよ、そうですね、あかんな、イワシどう思われ、ちょっと怖いね、ちょっと怖いね、イワシ怖い。え、試合中ギャーギャー言われたことあんの。あ、もうたまにあるんですけど、うん、もういい人だから、いい人だから、もう先輩だからちょっと怖いですね。あ先輩だから怖いの。イワシもいいよ、ほんで君やん一番問題はどちら顔ですか。なんやのこれ、ネッシー、イワッシーの後ネッシーかいな、ヨネッシー、ヨネッシー、何なのヨネッシーって。ネッシー、いや分かってるよ、ネスコのネッシーでしょ、うん、出てきちゃったのそれが、出てきた、そう、でそのヨネッシーは何ができんの。できひん、できひん、え、何もできへんのヨネッシー。俺できひん俺できひん、いやいや映画やから、これちょっとラブシーンみたいな、あの告白みたいでしょ、ネッシー告白？うん、ちょっと見てるから俺ら演技を。どういうこと？え？どういうことですか？いやだから好きな人に告白してよ。だからメスネッシーに、メスネッシーに告白してよ。え？あれエガッシーでしょあれは。エガッシーでもいいの？エガッシーの方に告白してくださいそしたら。エガッシー。好きネッシえ事故です、今事故が起きてます、今皆様の前で事故が起きてました今帰れ、何もできへんやないか、何やねんな、もうな、もっとその見た目を生かしてよ、いい感じ、ポテンシャルあるんだからそれ、来年まで頼むよ、来年までに、なんであいつが悪いみたいにしてんねん俺悪だやろ、頑張った方やろ今、振りが雑って、振りが雑、振りが雑、もう存在自体が雑やろ、そしたらこちら言わせてもうたらすいません謝らんで、もうちょっとものすごい普通な人出てきたんですよ、 あなた誰ですか。宇宙だしあなたが、宇宙だし、あなたがふなっしーの真似するんですか。むちゃくちゃじゃないですか。これしかない。これえ？これしかない。これしかないですか。これがない。うちっしーちょっとなんかやってくださいよ。うちっしー。持久力ないですね。すぐ終わるじゃないですか。これしかない。それだけ交代。いや、ほんで大丈夫。
一番最後に控えてるけど、一番最後にもっと普通な人控えてるけど、あなた誰ですか？阿部寛。阿部寛ちっちゃえ、阿部寛もっとこうスラッとしてますけど。違うんです、これが阿部寛です。これが阿部寛、声も えらいなんかちょっと早尾、なんか阿部寛一番ね俳優的なのが来たのよ。こんな足短いですか？いやいや、阿部寛はこんな短ないねん。阿部寛は短い。短足は大丈夫なの映画で？もう大丈夫と思いますよ。大丈夫と思いますか、はい。阿部寛はやっぱりこう演技ができるんですか、何か？いや、演技は不得意ですね。なんでオーディション来たんですか？ノリシーツなのノリで、はい、帰ってください、僕らも遊びじゃないんで、本当に悲しい。何だったらこのシーン、ね、悲しい演技みたいです。悲しい演技を見てみたい、うん、はい、悲しい演技を見てみたい、はい、悲しい演技を見てみたい。涙涙を流せよ、お前はここで悲しい演技をしなさい。監督が言ってるんだよ、宮崎駿大監督が。早くやろう、早くやりなさいやりなさい、早く夏やろ、よっぽ早くやりなさいこれどうしたらいい？早く、なんかほら悲しいことあるでしょ、何か。まあ、飼ってる金魚が死んだ家帰ってきた、家帰ってきた、電気つけた、でいつも通り水槽行ったら一番好きな金魚死んでた。そこ、その時の表情をしてください。向こうから入ってきて、こっちに向かって帰るとこからしっかりお願いしますよ。え死んだ喜んでるやん、笑ったらあかんやん。何やねん、大事にしてる金魚みたい、死んだって帰れば、ここ死につながり、ほんまに。えがっしーって言わなあかんやろ、ほんで、あれも。くっ、はい、もうどうするこれ。けど、今までやった人中に、一番良かったよ。一番良かった、はい、気に入った。年季が。あ、そう、はい。ちょっとさ、もうこれ、すごい奴ら来てるからさ、はい、ちょっともう俺ら二人ではどうしようもないから、俺こういうこともあるかと思って、もう二人な、監督呼んでんねん。お、うん、ちょ、来てきてもらうわ。誰や、あの北野監督とジョージ・ルーカス監督、お願いします。おジョージ、ジョージ、おおジョージ、おたけし、たけし元気してた？ちょっと見たい、あれ見たい、コマネチ見たい、たけしコマネチ見たいよ。たけし、コマネチして、コマネチ、いやいや、コマネチ、たけし、ありがとうありがとう、たけし、ごめんね、忙しいのに。あ、紹介する、俺の友達のジョージ・ルーカス。ああ、ああ、言うてんの、はじめまして。なんか似てるね、自分らね、なんかね、髪質が。そうでしょ。あ、そうでしょ、はい、ジョージ・ルーカス、そんなら、OK、あの、たけし、あ、北野たけし、知ってます、知ってる、はい、バトルロイヤル、バトルロイヤル、そう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 、コマネチ、コマネチしてる、コマネチしてて、コマネチしてるかしてたんですか、もう一回みたいですすいません、ヤトさんが言ってて僕もコマネチちょっとしちょっと早く言ってる、早くしろって言ってたよちょっとコマネチコマネチいいですね、ダンカンバカ野郎って言ってもらっていいですか、ダンカンバカ野郎も言ってもらっていいですか、ダンカンバカ野郎ありがとうございます。あ、たけし、たけし、久しぶり、たけし。ちょ、今日頼むね。いっぱい出てくるから。はい。どんどんいろんなこと聞いてくれていいから。お、今でも、あ、これ頼もしいわ。じゃあ、続いていきましょうか。続いての方、どうぞ。トゥース、トゥース、やったやった、忘れてたんですか、それみんな待ってたんですけど、忘れてました、忘れてたんですか、すいません、え、誰ですか、大喜味
あの、ご職業は何をやられてる方なんですか？長里何を言ってはるんですか？この人何を言ってはるんですか？あ、もしかしてお笑い芸人の方ですか？そうです。あの、春日さんみたいですね。はい、知ってる？あの、ジャパニーズフェイマスコメディアン。あ、いや、あ、去年にここで見たことあります。去年ここで見た去年ここ、それ絶対言ったらあかんよ、それは。去年評判良かったから出てきたみたいな。そう、なんか演技とかできるんですか？いや、もう出し切りました。終わりですか、もう？はい、終わりですか。ちょ、ルーカス、何か聞きたいことある？数々ダンスしてください。数々ダンス、はい、数々ダンスできるの？カスダンス、カスカスダンスができるの？カスカスダンスができるらしいよ、なんか。カスカスダンスらしい？え？カスカスダンス、カスカス、カスカスダンスでしょ？クス来いよ。なんですか、それは。すいません、すいません、まあ、カスカス差し切りました。これ本当にもう何もないみたいですね。もうないです、はい、帰りなさい、本当に。すいません、あの、バグさん、バグさん、バグさん、あ、スピルバグさん、はいはい、バグさん、バグさんです、はい、バグさん。僕の友達、ちょっと今日来れなかった友達がいるんですけど、ほう、ちょっと紹介したいんで、だからちょっと来れなかったんで、あ、だから VTR とか持ってきてくれてんの？衛星の方繋いでるんで。お、そうですか。あ、ほんと見ます見ます。そっちの方から、あの、繋いでるんで、ちょっと僕の友達紹介するんで。お、お願いします。はい、僕のことはもう一生忘れてください。私忘れません、あなたのことは忘れませんよ。すいません。じゃあ、VTR 見るね、はい、一緒にいてここに。え、いるんですか？いいよ、もちろんですよ。あ、本当です。じゃあ、VTR お願いいたします。やっぱり出たかったんや。もう何もせんとアメリカよいかんかったん。もうやりたかったんな、これ。ホテルが出た。うわ、カジアキラ寂しい、ガンバ離れるの寂しい。あれ、ギターやったんや。では行く、行く。井上明です。ホテルアリバ祭、梶明がアメリカ祭。ありがとう。何ですか、アメリカ祭。あれ、うわ、アキオ。あれ、二キャラ目いったよ。西尾。二人足モリモリくん。えいだね。小森のパジャマ、郷ひろみの、せーの、こう。あーちーちーあーちーちゃからかちゃ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 からかちゃ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 。よいしょ。ありがとう、寂しいよ、ありがとう。タツトリがこんなに後を濁すことあるんですね。やりたい放題ですね。どうしても出たかった。素晴らしかったですね。いや、確かに、はい、あの、井上明、はい、あの替え歌の
クオリティがすごすぎましたね。あったです ね気持ちよくて、はい、寂しかったんだろうね。はい、2人とも不合格です。はい、ありがとうございました。帰ってください。はい、すいません。ありがとうございます。いやでもありがとう、 VTR 持ってきてくれて。早尾どうですか。今ボーっとしたよね、今早尾って呼んだのに。あは、うん、早尾どうだった今の VTR。 VTR、アメリカ行く前にあんなこと準備した。あ、そうだね。あ、大丈夫かな。大丈夫か心配だね、うん、アメリカのチームにあれ見せないようにしようね、うんうん、お願い。たけしどう、あれ見てあの VTR。 寂しいっす。寂しいっすか。あれ見て泣きそうになったの。感動。いい感動。たけしいい子だね、あんたは。あれ見て泣きそうになってた。わかります。じゃあ後で ご自宅に DVD 送りますんだよ。